ミッド・ハー・ウッドは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州北カリフォルニア出身。2004年8月、地元であるカリフォルニア州のインディー団体にて、KC、マクナイトのリングネームで、プロレスラーデビューを果たし、和久などの団体に参戦。2006年よりあは加盟団体の CWF ミッド・アトランティックに参戦するようになり、2011年10月10日には、 アは加盟団体の系列にあたる01に参戦するために来日。CW アンダーソンの弟子という触れ込みで紹介され、KC アンダーソンのリングネームで出場。上田氏とと対戦するが敗戦した。2012年より NWA 加盟団体である RPW に参戦し、テレビショーでは主力として活躍。5月27日にはイベントであるメモリアルメーヘムで、 デビー・リチャーズとシングルマッチを行い勝利した。NXT2012 年11月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。スコット・ドーソンのリングネームでトレーニングを開始し、2013年1月3日のハウスショーにて、バロン・カービンとタッグを組んでコリン・キャサディアレクサンダー・ルセフトの試合でデビュー。4月より、ギャレット・ディランと、 アメリカ南部出身のタックチーム、サウザナーズを結成。シルベスター・ルフォーをマネージャーに従えて、タック戦線に乗り込むも8月9日に、ディランが WWE より解雇されたことによってタックは自然消滅という形になった。ディランとのタック解消後、シングルレスラーに転向するも9月に、ルフォーがアレクサンダー・ルセフを勧誘したために再び、タックレスラーに戻り、ルセフと、 ファイティングリージョナーズなるタッグチームを結成。エンツアモーレコリン・キャサディとの構想を展開したが10月にルセフがディーバのラナにそそのかされてしまい、ファイティングリージョナーズは解散となった。2014年6月、WWE パフォーマンスセンターより昇格してきたダッシュワイルダーとザ・メカニックスなるタッグチームを結成し、 同月28日に NXT ライブにて、リー・ジョナーズと対戦して勝利した。7月31日、NXT にて、モジョローリーブルーでエンプシートの試合でデビューするが、敗戦した。NXT デビュー後、長期間ダークマッチやジョバー的な位置で活動。2015年7月29日、エンツア・アモーレコリン・キャサディとの対戦にて、 序盤は試合を優位に進められるものの中盤より主導権を握るとアモーレとキャサディは仲間割れを起こしてタッグ間に奇歴を生じた隙をついてフィニッシャーであるシャッターマシーンをアモーレに決めて勝利した11月11日 NXT タッグ王座を保持するボードビレーンズに挑戦イングリッシュの膝を集中して攻撃し終盤にはゴッチを リング外へ排除するとワイルダーのセカンドロープからのダイビングフットスタンプをイングリッシュの左膝へ決めると続けてリバースフィギュアフォーレックロックで極めてギブアップをさせて勝利しベルトをダッシュした12月16日テイクオーバーロンドンにてエンツ・アモーレコリン・キャサディと王座戦を行う序盤にワイルダーと二人がかりでキャサディを攻めアモーレも長時間捉えて優勢に進める 最後に、アモーレにシャッターマシーンを決めて勝利。ベルトを防衛した。2016年3月12日、WWE ロデブロック2016にて、エンツォ・アモーレコリン・キャサディと王座戦を行う。序盤よりエンツォを捕まえて優勢になるがエンツォがキャサディ、絵のタッチに成功するとキャサディより一掃されてしまい、流れが移転。ワイルダーが一方的に攻められ、ピンチに陥り。 エンツォとキャサディが、スカイズ・ザ・リミットを狙ったエンツォが、コーナーポストに登ったところ介入して不発させ、キャサディを場外にて、シャッターマシームを決めて、エンツォを孤立させると最後にシャッターマシームを決めて、勝利した。4月1日、NXT テイクオーバー・ダラスにて、アメリカン・アルファと NXT タック王座戦を行い敗戦して、王座を陥落。6月8日、 NXT テイクオーバーザエンドにて、アメリカンアルファに対して、リベンジマッチを行う。序盤より流れをつかまれると、中盤には、両者より、アンクルロックを決められるが、レフェリーの隙をついて脱出。そして、ゲーブルを捕獲するとイタブルが上段に、タッチされると再び流れが、アメリカンアルファに行こうとしたところに最後に、シャッターマシーンを決めて、逆転勝利を収め。 二度目の王座を体感した。WWE2017 年4月3日、WWERAW にてワイルダーと共に登場。ニューデート対戦。終盤に、ウッズを相手に手こずるがウッズがオーナーロールを仕掛けてきたところに、カウンターでシャッターマシーンを決めて勝利。試合後にはセコンドを務めていたコフィを襲撃した。2019年2月11日、RAW で、 WWE ロータッグ王者チームのチャド・ゲーブルボビールードに挑戦。4人がリングで入り乱れる工房からゲーブルにシャッターマシーンを決めて勝利。王座を体感した。6月10日、RAW で WWE ロータッグ王者チームのカート・ホーキンスザック・ライダーにウーソーズとトリプルスレッドマッチ形式の王座戦に挑む。終盤にウーソーズによる スーパーキックの応酬に苦しみ、J ・ウッソがライダーにダイビングボディプレスを決めると、自身が場外から割って入り、J にホールを奪い勝利。王座を体感した。2020年4月10日、タッグパートナーであるワイルダーと共に、WWE から解雇された。オールエリートレスリングと契約し、2020年5月27日放送の A ダイナマイトにおいて、ダッシュワイルダーを改め、 キャッシュウィーラーと登場。シンリングネームはダックスハーウッド。W. キャッシュウィーラー。ありがとうございます。